がやってきたようだ。奴らが火を放っている間に儀式の前に。オリオンが守ってくれる。もし見つけたら、誰かに見られてるぞ。グレイブンの目はごまかせんぞ。俺たちの信仰を試す時だな。
盗みの現場に戻るのはご法度だ。だがここは何か気になる。研究所へ降りる道があるはずだ。原初の石のかけらだ。だがこの装置は何だ。どうにかして石を取り出すしかない。
マスターシーお邪魔をしてしまったかおやこれは失礼した。初めて会った時からこちらの足がどうも重たく感じてね。昔は捕らえた盗賊の手を熱したタールに突っ込んだそうだ。それもいいが、その手は切り取って俺がいただく。下水は橋の下で川に流れ込む。大したことをやってくれたら簡単に渡れそうにない。
慎重に行こう。今にも崩れそうだ。
給しよう。考えなくては。何か変化を感じるわね、影の息子よ。原初の均衡は崩れた。助けを求めてもあなたは聞かなかった。エイリンか。あの事故で彼女は力を得て町と融合したの。もし彼女がその力と共に死ねば町も終わる。存在の跡さえ残さず崩壊するわ。男爵は欠片を集めて力を引き出すつもりだった。すべては集まっていない。あなたは最後のかけらを知ってるはず。思い出して。オリオン、今夜あなたは聖堂に向かいなさい。最後のかけらをその手に取り、そしてエリンから現象の力を取り出すの。死なせてはいけない。町にはあなたが必要よ。柄じゃないな。あなたがどう思うと、それはこの町と民衆が決めることよ。光があるから、あなたは影を歩んでいけるの。